アイテム番号 SCP-343JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-343JP はサイト81の収容ロッカー内に保管されます。 SCP-343JP 実験時に生成された SCP-343JP1 は実験責任者の指示に従い適宜保存処分してください。2000年月日、現在さらなる実験により得られるものはないと判断されたため、SCP-343JP を用いた実験計画については無期限に中止されています。説明。SCP-343JP は一辺が 80mm で構成される立方体の木箱で、すべての面の厚みはおよそ 5mm です。非破壊検査から、構成部品は一般的な鉄金具と松化植物を中心とした修正材1であることが判明しています。それにもかかわらず、それら構成部品は一切の経年劣化の兆候を示しません。SCP-343JP 上部の蓋が完全に閉じられた状態から人によって開けられた場合、SCP-343JP 内部には SCP-343JP1 に指定される不特定の物体が生成、出現します。生成。出現する SCP-343JP1 は蓋を開けた被験者が潜在的に欲しいと考えている対象によって決定する傾向が多く見られる一方、常にその限りというわけではなく、依然としてそのメカニズムは不明です。この SCP-343JP1 生成出現プロセスにおいて、被験者の欲する物体のサイズが SCP-343JP 内部空間よりも明らかに巨大であった場合、SCP-343JP1 は SCP-343JP 内部空間に収まる形に裁断された状態で生成、出現します。例として、SCP-343JP1 の本来のサイズが直径 100mm の球体であったとすると、SCP-343JP 内部に収まるよう 1.70mm 未満の立方体形状に裁断された状態で生成、出現することになります。また、その際の裁断による切り口は非常に滑らかです。一度の SCP-343JP1 生成後から最短でも48時間の間、SCP-343JP は不活性状態となり、上記の手順に従い蓋を開けても SCP-343JP1 が生成、出現することはありません。なお、SCP-343JP の蓋を閉めた際、SCP-343JP 内部に何らかの物体が残っていた場合や、遠隔からロボットアームを用いて蓋を開いた場合にも SCP-343JP の異常特性は発揮されないことが確認されています。そのため、SCP-343JP1 生成、出現の様子を内部から撮影することに成功しておらず、代用された高速度 X 線カメラ撮影では、SCP-343JP 内部におよそ1万1000フレーム毎秒という瞬間的な速さで SCP-343JP1 の影が生成、出現する様子のみが観察されています。SCP-343JP は1900年月日、死傷非生活センターに地元の主婦から寄せられた、悪質な子供用おもちゃに関する問い合わせを調査した際に発見、回収されました。問い合わせを行った主婦に対するインタビューより、SCP-343JP は、市で行われた縁日で娘が購入したものであること、SCP-343JP は子供用のチークおもちゃとして売られていたことが分かっています。一方で、販売を行った人物に関する正確な情報は得ることができませんでした。付録1。以下は SCP-343JP 実験記録の中でも、希少事例とされる記録の抜粋です。なお、
E クラス職員を用いて行われた実験の3割以上は、SCP-343-JP-1 が生成、出現しないという結果に終わっています。この結果をもたらした要因については、現在も議論されています。実験記録3439、日付1900、年、月、日。被験者、E、813-403-09、女性、33歳、事前回答、欲しいものは、薬、と回答、SCP-343-JP-1、9、白い粉末が 27g、分析、高純度の、であると判明、混ぜ物として未知の成分ベンゾカインが検出された。実験記録343-16、日付1900、年、月、日。被験者、B、813-431-6、男性、58歳、事前回答、欲しいものは、金銭、と回答、SCP-343-JP-1、16、収まるように左右端が裁断された100ドル紙幣で構成された。100万ドル分の札束が5束、分析。紙幣はフォートワース工場で印刷されたものと完全に同一であった。確認できたシリアルナンバーのうち、全3桁の、L、8900年時には存在しない番号であった。実験記録343-20、日付1900、年、月、日。被験者、E、813-430、男性、27歳、事前回答、欲しいものは、自由、と回答、SCP-343-JP-1、20、1.62mm の立方体形状に裁断された不明な機械機構の一部。蓋を開けて5秒で形が崩壊した、分析、19、都市製、車のエンジン部分であると判明。長年の使用による摩耗や老朽化の形跡が見受けられた。実験記録343-29、日付2000、年、月、日。被験者、B、813-439、女性、62歳、事前回答、欲しいものは、安らぎ、と回答、SCP-343-JP-1、29、大きな破片が複数混ざった白い粉末 106g、分析。家猫の骨粉であると判明。B。813-439は幼少期にいなくなった自身の飼い猫ではないかと主張。しかし、年代測定より骨粉は少なくとも、年以上前のものと分析されており、主張は信憑性に乏しいと考えられる。実験記録343-32、日付2000、年、月、日。被験者、B、813-433-2、男性、38歳、事前回答、欲しいものは、ポルノ雑誌、と回答、SCP-343-JP-1、32、1.47mm の立方体形状に裁断された不明な肉塊。腐敗の兆候は見られず、分析。検査から SCP-343-JP 担当職員の一人である。研究員の心臓部分と判明。研究員の身体検査を行ったが異常は何も見受けられず。なお、B、813-433-2 に対する聴取から、B、813-433-2 は、研究員に好意を抱いていたという事実が発覚した。これ以上の実験により得るものはないと判断され、2000年、月、日、をもって SCP-343-JP の実験は中止されました。付録に、以下の文章派 SCP-343-JP を購入した児童が、販売者から SCP-343-JP と共に渡されたと主張したレポート用紙に記載されていたものです。君たちが、今、使いすぎれば、未来の子供たちの分がなくなってしまう。限りある地球の資源、よく考えよう、よく学ぼう。未来の君の子供たちのこと考えられる。賢い君になるために。
事案 343JP12000年月日、カリフォルニア州サンフランシスコ連邦準備銀行に保管されていた100ドル紙幣マイが消失するという事件が発生しました。この事件に派遣されたエージェントが消失した100ドル紙幣マイ分のシリアルナンバーを財団データベース上に登録したことで、実験記録 XXX16 にて生成されたすべての SCP-343JP-1-16 の前後6桁のシリアルナンバーと完全に一致していることが判明しました。この件について、SCP-343JP との因果関係は依然として不明のままです。事案 343JP-22000年月日、サイト81の駐車場にてエージェントの運転する自動車がサイト外壁に衝突する事故が発生しました。エージェントの自家用車である19歳製、車は大破したものの、エージェント自身は奇跡的に軽傷で済みました。エージェントの証言及び監視カメラの映像から、事故の原因はエンジントラブルと推測されていますが、肝心のエンジン部分が事故現場から見つかっておらず、未だに回収されていません。事故車両が19歳製、車であったことから、事故車両と実験記録34320で生成された SCP-343JP-1-20 との比較検証がなされました。しかし、事故車両の破損がひどかったこともあり、SCP-343JP-1-20 が事故車両のエンジン部分であるという結論には至りませんでした。2000年月日以降、潜在的な危険性を考慮した結果、SCP-343JP を用いた実験計画は半永久的に凍結されました。これらの情報は研究員の士気低下を招く恐れがあるため、閲覧制限を設けることとする、博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますね。